リオティントスタジアムはユタ州のソルトレイクシティ郊外のサンディに所在するサッカー専用スタジアム。MLS 所属のレアルソルトレイクと NWSL 所属のユタロイヤルズ FC のホームスタジアム。サッカースタジアムとしては最大2万人を収容し、コンサートでは最大2万5000人を収容する。MLS 所属のレアルソルトレイクのホームスタジアムとして建設された。 2008年9月、資源大手のリオティントが10年間の契約でネーミングライツを取得した。スタジアムが初めて使用されたのは2008年10月9日、MLS のレアルソルトレイク対ニューヨークレッドブルズの試合だった。また、サッカーアメリカ合衆国代表のホームスタジアムの一つとして、2010フィ f ファワールドカップ北中米カリブ海予選の最終予選で使用され、 2014、FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選の最終予選でも一試合が開催された。2009年5月に初のコンサートがイーグルスによって行われ、その後、ポール・マッカートニー・ヤキススも行った。2017年7月17日、マンチェスター・ユナイテッド FC がプレシーズンツアーの一環として、レアル・ソルトレークと親善試合を行った。 ありがとうございます。